皆さんこんばんは、広瀬優です。今日は久しぶりにファッションショーをしたいと思います。イエーイ。はい、では早速1枚目がこちらです。こちらは豊さんからいただいたプレゼントです。ありがとうございます。女性ファッションブランドのスナイデルというブランドのワンピースになってます。で、ちょっと少しタイトのような感じになっていて、で上がおしゃれなんですよね。で上がレースになっているんですよ。模様がバラなんですよね。そうそうそう。で後ろがこんな感じになってます。はい、いかがでしょうか。可愛らしいですよね。で U は黒いワンピースっていうのが1着しかないんですよね。確かそう。あとはほとんどメインは白なんですよ。そうそうそう。なので、うん、新鮮ですね。黒も黒いカラーってのが何でも合わせやすいじゃないですか。であとは引き締め効果もあるので気に入りました。豊さんありがとうございます。大切に着させていただきます。はい、で次にこちらです。じゃじゃん。こちらのコートはターボーさんからいただいたコートなんですけども、ブランドがマーキュリーデュオという女性ファッションブランドのものです。で、ちょっと着てみます。あったかい。袖のところもそうなんですけど、中がモコモコ素材になってます。で、簡単にボタンでつけるような感じになってるので、そうで、後ろがフード付きです。かわいい。フードのところにモコモコついてるので、全身があったかいですね。あ、なんかちょっと怪しくなっちゃった。はい、いかがでしょうか。あったかい。いいですね。こちらもこれからの季節に大活躍するコートになります。このワンピースでも合いますもんね。これはいいですね。気に入っちゃったな、ゆう。ターボーさんありがとうございます。出かける際は肌身離さず着させていただきます。はい、で最後にじゃーん、3着目こんな感じです。上の方です、上の方。はい、ターボーさんからいただきました。これはゆうの好きなアルマーニエクスチェンジのブランドのお洋服です。このロゴマーク、これいいですよね。この右側に頭文字の A、 アルマーニエクスチェンジの A で、エクスチェンジの X がね袖にあって、でここ 前がこうね、大胆にロゴマークが。後ろは何もないんですけど、はい、いかがでしょうか。めっちゃ気に入りました。こういうミニスカートにも合いそうですけど、パンツの方が合うかな。パンツ。ね、あ、本当嬉しいです。ありがとうございます。こちらも大切に着させていただきます。はい、ということで、今日は久しぶりに秋冬バージョンのファッションショーをしてみました。じゃあ終わります。バイバーイ。